下地はできてきたようじゃな。今からニューブローの型を教える。はい。近づきすぎじゃ、少し離れろ。はい。おっとじゃ。え、この距離じゃフックやショートアッパーは届かない。ニューブローはストレートか、それとも。構えはフック。左腕の角度を90度に保ち、下からガチーンと突き上げる。左フックを下から、これがニューブローですか。当たっとらんだろうが。でもここからじゃ遠くて届きません。飛び込むように思いっきりステップインしろ。ただしこれが当たらんようにダッキングしてからじゃ。素早い踏み込みで下からのフック。来い。踏み込んでダッキング。そして下から。サンドバッグが縦に持ち上がった。おいおい、縦揺れのパンチかよ。腕力だけじゃあの破壊力は生まれねえ。体ごとパワーを乗せるバネが必要だ。なるほど、そのためのスクワットか。すごい、こんな手応え。まだまだ完成ではないな。しかし破壊力は今見た通り、世界ヘビー級のベルトを二度巻いたフロイド・パターソンの狂気がそれよ。パターソンに曰く、ガゼルパンチ。ガゼルパンチ。カモシカのようなバネで体ごと突き上げるか。当たりはどんな大男でも倒れるぜ。でもこんなにモーションが大きかったら当たるでしょうか。当たる。貴様とボルグの戦いは間違いなくこういう展開になる。この間合いじゃ至近距離での連打の応酬じゃ。手を伸ばせば必ず届く距離ですね。しかしここまでくっつくとさほど有効だは望めん。相手の体勢を崩すためさらに連打が必要となる。寸止めで連打してみせ。はい。もっと早く。休むな休むな。まだまだまだ。ここじゃよ。連打とはすなわち無酸素運動。息を止めての我慢比べよ。苦しくなって顔が上がったところにすかさずガゼルパンチをぶち込むんじゃ。我慢比べですか。その我慢比べに負けちゃった場合は。負けた場合のこと考えてどうする。すいません。3分間打って打って打ちまくっても値を上げない心肺機能を作り上げる。そのために走って走って走りまくるんじゃ。はい。どうですかね。発想と着眼点はいいかもしれんが。何か問題点でも。ボルグとはロシア語で狼という意味らしい。狼対カモシカ。どう考えてもな。勝てる気しないっすね。